皆さんこんにちは。演歌歌手の徳永ゆうきさんが2024年3月10日放送のフジテレビ系バラエティ千鳥の鬼レンチャンに出演しました。その番組内で結婚を発表しました。鬼レンチャンスタッフが徳永ゆうきさんのマネージャーからの情報として、放送前日となる9日に結婚することを直撃したのです。徳永ゆうきさんはもう知ってんだと動揺しながらも、入籍させていただきますと報告しました。出会いの場所は徳永ゆうきさんが足しげく通っていたカラオケ喫茶だといいます。所属する伊藤カンパニーの X も更新されました。徳永ゆうきさんからの直筆の文面を掲載し、いつも応援してくださる皆様、お世話になっております関係各所の皆様へと切り出しています。続けて、私徳永ゆうきは一般女性の方と入籍させていただきましたことをご報告させていただきます。お互いに歌が好きで、私の仕事にも理解があり、一緒に過ごしていて波長が合う方で、いつもそばで支えてくれて一喜一憂してきましたと縁を明かしました。これからは2人協調運転で常に明るく楽しい高速進行な家庭を築いていきますと決意を新たにすると、まだまだ未熟ではありますが、より一層成長できるよう感謝の気持ちを忘れずに大好きな歌を届けていきたいと思います。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。徳永ゆうきと結んでいました。そんな中、徳永ゆうきさんの素敵な報告に早速、お相手は誰なのかということがネット上で語られ始めています。当然お相手は一般の方という明示があるので公表されていませんが、それでもファンをはじめどのような方と結婚したのかということはとても気になります。徳永ゆうきさんの結婚報告についても、いきなりのことで驚かれた方もいたことでしょう。特に週刊誌などで話題になっていたわけではありませんでした。まさに寝耳に水の状態でした。1年ぶりにソロで鬼レンチャンに出演される徳永ゆうきさんが、番組内で何かしらの報告をするとのことが話題になっていたようです。番組の詳細欄に記載されていた内容として、番組常連の徳永は1年ぶりにソロ参戦、徳永の報告にスタジオ一同驚嘆との記載もあり、徳永ゆうきが結婚かと番組が始まる前から一部で話題になっていたようです。実際にこの内容が釣りではなく正確な情報であるとすれば、徳永ゆうきさんの結婚相手は誰になるのかということが次の話題になっていました。まず徳永ゆうきさんとカップル成立をしたことがある芸能人の方をご紹介します。徳永ゆうきさんはアラサーで28年間彼女がいなかったようです。そんな中、2023年4月27日に放送されたひろみ指原の恋のお世話始めましたという番組の中で、男女8人の合コンに参加しています。その番組に出演していた元フィギュアスケート選手の高橋成美さんと意気投合し、番組内でカップル成立となりました。番組の中で徳永ゆうきさんと高橋成美さんはディズニーランドに行く約束をされたこともあり、出演者の指原さんやひろみさんも2人の交際への発展をとても楽しみにしていたようです。その後デートをした情報はありませんでした。番組でのカップルの成立後、2人のデートに関する情報は一切上がっておりません。番組の中で高橋成美さんは徳永ゆうきさんとの会話の中で、毎日休日だから地方にも遊びに行きます、話してみたら時間があっという間に過ぎましたというかなり前向きな発言をされていただけに、その後どこにも行っていないとしたらとても残念な結果と言えます。これらの情報を見ると、徳永ゆうきさんと高橋成美さんの結婚というのは可能性が低そうです。次に徳永ゆうきさんとカップル成立した芸能人をもう一人ご紹介します。もう一人の結婚相手の噂として上がっているカップル成立者は3時のヒロインの奏さんです。2人は2023年8月23日に放送されたネオバズ水曜日恋するアテンダーで共演され、見事カップル成立となりました。恋人が欲しそうな男女にぴったりの恋人候補を紹介する番組の中で、木村哲二さんと徳永ゆうきさんという真逆の2人をアテンドし、その結果なんとイケメンを抜いて徳永ゆうきさんが選ばれました。決め手として、2年くらい前だったら挙げているのはてっちゃん、徳ちゃんは私を包み込んでくれる、そういう恋愛かなと思って選ばせていただきましたと選考理由を語っていました。番組の最後には
徳永ゆうきさんよりデートのお誘いがありました。それに対して奏さんは、また時間かけてゆっくりとお互いがどんな感じなのか見てみたいとコメントされて、今後の2人の展開が楽しみな状況でした。その後は2人の関係を深めるための1日デートを番組内でも放送されましたが、お互いに恋愛未経験であることが良くない方向に出てしまい、思っていたほどの好感触にならずに終わってしまいました。その後のことは番組でも触れられておらず、2023年の12月に奏の X では彼氏ができなかったと投稿されています。このことから考えると、2人の恋も実らなかったと考えるのが妥当だと思われます。千鳥の鬼レンチャンの番組中にも発表がありましたが、徳永ゆうきさんは一般人と結婚されたようです。結果的には名前や年齢、顔画像などの詳細は不明ですが、3月9日に入籍をされたようです。ご本人の直筆でも発表されておりました。さて、演歌歌手の徳永ゆうきさんは特徴的な顔をしているため、障害や病気があると噂されていました。その一方で父親と創価学会の噂も語られていたことがあるようです。これらについて検証していきます。ここで徳永ゆうきさんのプロフィールを見ていきましょう。徳永ゆうきさんは1995年2月20日生まれ、大阪府大阪市の出身です。常に一眼レフを持ち歩き、仕事の合間に電車の撮影に勤しむ鉄道マニアとしても有名です。プロフィールにも趣味は鉄道と書かれており、特に鉄道に絡めた写真を撮ることが趣味の撮り鉄なのだそうです。さらには電車に乗って車窓から風景を見ながら電車の音を聞くことが大好きだといいます。幼少の頃からカラオケ喫茶ののど自慢大会に出場していた徳永ゆうきさん、中学生の頃には関西の共有会でも歌を披露するなどしていたため、同郷者の間では有名人でした。2012年にはNHK のど自慢チャンピオン大会2012でグランドチャンピオンになりました。そしてこの時のレコード会社にスカウトされ、2013年11月13日に演歌歌手としてデビューを果たします。当時現役高校生ということでも注目を浴びました。実際にゲストとして臨席していた氷川きよしさんは、素晴らしかった、貫禄があったと徳永ゆうきさんのことを評価しています。単に演歌が上手というだけでなく、聞き手の心に響く奥深さがあったのでしょう。以前番組内で米津玄師さんのレモンをカバーして一躍有名になりました。演歌歌手として活動している徳永ゆうきさんがレモンを歌うなんて誰も想像していなかったのではないでしょうか。そしてそのイメージが頭から離れなくなってしまった人も少なくないと言います。祖父や両親は鹿児島県の奄美群島の出身です。父親は普通のサラリーマンらしいです。現在60歳を超えているので定年退職を迎えたそうですが、同じ職場に最近再就職したそうです。お父さん曰く70歳まで頑張ると言っていたようです。息子同様に元気なのでしょう。なお母親についての情報はありませんでした。両親が演歌好きであったため、幼い頃から演歌に親しみ、小学生の頃から演歌を歌うようになったそうです。中学生の頃には両親に連れられていった関西の奄美関連共有会でも歌を披露し、同郷者の間では有名となっていたようです。2014年7月フランスのパリで行われたジャパンエキスポ2014に演歌歌手としては初めて参加しました。キャッチコピーは日本の孫です。さて、徳永ゆうきさんに病気や障害の噂があるそうです。顔が原因のようですが、調べてみたところ病気や障害はないそうです。至って健康体です。ちなみに顔がカピバラに似ているので、カピアンとファンから呼ばれることもあるそうです。ところで徳永ゆうきさんが創価学会員であるという噂があるそうです。ところがいろいろと調べてみましたが、徳永ゆうきさん自身もご両親も創価学会に入会しているという事実はありませんでした。徳永さんは性格などが変わった感じの人なので、勘違いした人が多かったのでしょう。というわけで噂はガセでした。そんな徳永ゆうきさんが謹慎処分になったことがあるという噂があります。この噂は本当なのか調べてみました。カラオケ番組で得意の歌声をよく披露している徳永ゆうきさん、緊張のあまり目が潤んでいたことから徳永るというワードまで誕生しています。
そんな徳永ゆうきさんが謹慎処分になった理由とは何だったのでしょうか。2020年10月の初回出場から何度も鬼レンチャンに出場し、いじられキャラとして確固とした地位を築いてきた徳永ゆうきさん。しかしなかなか10連チャンを達成することができず、2023年1月8日の放送回で自身最高記録の4連チャンを超えることができなければ番組をクビになると決まってしまったのです。そこで徳永ゆうきさんは鬼レンチャンのクビ回避をかけて3ヶ月間カラオケを猛特訓しました。その3ヶ月間は鬼レンチャンに出場することもありませんでした。その3ヶ月の間は1回カラオケに行くたびに3時間、合計150時間も練習していたという徳永ゆうきさん。そうして2023年1月8日の放送に臨んだ際に、 SNS や番組予告動画で謹慎明け徳永ゆうき3ヶ月の特訓成果はと銘打っていました。このように特訓期間を謹慎明けと表現したことで、え、謹慎していたのと話題になってしまったようです。番組としては注目を集めるためだったのでしょうが、謹慎という言葉は適切ではない、勘違いさせているという批判の声も出ていました。いかがだったでしょうか。今回は徳永ゆうきさんのご結婚について主に見てきました。あまり恋愛のイメージがない方ではありましたが、28年間彼女なしとのことであれば、そのイメージも間違いないのでしょう。徳永ゆうきさんの病気や障害の噂はガセネタでした。この度ご結婚されたことで、より一層演歌の道を極めていく気持ちが芽生えたのではないでしょうか。徳永ゆうきさんのお仕事にも大変理解があるとのことなので、良い伴侶を見つけたのではないでしょうか。今後のさらなるご活躍に期待したいと思います。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。